ウィニア・エレクトロニクス・ロモ・ウィニ電子ジャパン株式会社は、東京都文京区に本社を置き、日本国内で家庭用電気製品、部品販売、修理及び輸出入を行っていた会社である。ここでは、デウブランドを日本国内で引き継いだダイブ販売株式会社についても記載する。1995年に株式会社、ダカスとして設立され、 主に韓国の大宇電子の白物家電の日本での販売を目的に設立された。本国の大宇財閥の破綻により、大宇電子のオーナー企業の移り変わりで、韓国の東部財閥さん帰りに伴い東部、大宇電子と社名が変更になったことから、2013年10月より、東部大宇電子ジャパン株式会社に社名変更をしている。2015年に株式会社、 CS ロジネットと本国の東部大宇電子が出資して、合弁会社 CS 大宇販売株式会社を設立したことで、2016年4月1日東部、大宇電子ジャパン株式会社は解散。国内でのデューブランドは CS 大宇販売株式会社が引き継ぐ。2017年に CS 大宇販売株式会社は、大宇販売株式会社に変更。現在、 CS ロジネットがテクタイト株式会社と合併したためテクタイトグループ参加である。主に家電量販店やホームセンター向けに出るブランドで家電を販売している。ダイウ電子は1971年設立のダイウ電子と1987年に設立されたダイウモーター工業が母体であり、2002年にダイウエレクトロニクスとなった。1999年アジア金融危機で、 大雨財閥が破綻した以後は、オーナー企業が変遷し、2013年、韓国の東部財閥が、経営権を取得し、東部大雨電子と、社名変更した。韓国のみならず、米国や英国などでも、家電の販売を行っている。以下のブランドが存在するなど、漢方電子レンジ、デウコル4122、デカス DMWP125 k DMWP126 k グッドデザイン賞社名変更のお知らせ大運販売。ありがとうございます。